高畑俊義肖像、高畑俊義から1922年は、明治期における北海道庁管理であり、北海道開拓の功労者、岩村道俊氏から徴用され、北海道内陸部の開発に大きく貢献した。本名は伊久馬。山城国城癖村にて彫刻を制御とする郷師の長男として生まれる。幼少時より、剣道に熱中し、 刀剣の鑑識の目を養って、京都市内で刀剣売買業を営んだ。20歳の時に、酒の勢いで行った試合で頭部を負傷して、剣の道を離れることになった。王政復古が叫ばれ始めた幕末期に入ると、倒幕運動に参加し、母親戦争では新政府軍五本営の密資法筆制として参戦。母親戦争後、明治三年より、 大阪の開拓市出張所に報職し、東、久世道と三開拓長官に随行して都道、岩村道とと出会う。1872年、当時未開の地であった上川軍の調査を、岩村道とに命じられる。約80日間、上川に滞在し、地勢、水理、産物などを調査。上川について、1、強風がない、2、肥沃である。 3. 国際の生育が良い。4. 大都市と数多くの村落形成が可能なこと等を含め、岩村道都市に上川を強く印象付けさせる。上川を目指す途上では、松浦竹郎を案内した上川アイヌの町石川氏の家に世話になっている。開拓市では、小樽街道の開拓、開拓資本庁舎の建設。 重ねての上川視察などの任務を行う。1881年に一時退官し、札幌で宿と風呂屋を経営していたが、会計検査委員長となっていた岩村道都市から再び、北海道庁へと呼び戻される。1886年、岩村道都市からの命を受け、上川への仮道路の改作、農業試験所建設、農作物施策にあたる。 上川道路改削にあたっては、カバト州時間の囚人を使って作業させた。新政府軍の記録官だった経験もある高畑は、上川探検の復命書にちりのみならず上川、アイヌ民族の生活についても詳細な記録を残し、自ら記した文書以外の事務文書なども、基調面に保管していた。これらは、北海道の歴史の重要資料となり、 北海道立文書館に開拓詩文書として収蔵され、2014年に国の重要文化財に指定された。1889年に48歳で官職を退き、上川開拓を志して駅亭を設置。岩見沢から旭川までの区間に5つの駅体、美園舎を置き、自身はその中間点の第三美園舎空ラチブと駅亭。 現在の滝川市に今日構えた。駅体の経営は東京や札幌に持っていた土地や家屋を売却するほど資金がかかるものだったが、上川道路沿線の住民は着実に増えていった。駅体で郵便事務を取り扱い滝川で最初の郵便局長となったほか、上川では牧場を経営、さらに日本酒醸造事業にも手を広げるなど、 実業家として活躍した。しかし実務を他人に任せきりだったために、部下の不正で廃業に追い込まれ、自宅を含めた全資産を失う。古物商として再起し、農園を経営していた吉氏、養子師、ヨシゲルの力を借りながら、滝川で初となる稲作に着手、さらに味噌醤油の醸造や、養産業も始めてゆく。しかし1898年の、 空地川水害によって事業はすべて流され、再び全財産を失ってしまう。その後は運送業を立ち上げ、バグショーを経て、運動具店を開業。経営を吉しげるに託し、学校建設や警察、衛生組合の結成など、滝川村の発展に資材を投じた。1922年に死去し、滝川村発の村葬を受けた。ありがとうございます。